プロデューサープロデューノの皆様、お待たせ、テクタンと申します。本日もこちらのガシャ無料10連引いていきたいと思うのですが、右下見るとね、無料10連ってなってないんやけど、これはねまだ日付が変わってないんです。今日のチャレンジは日付が変わった瞬間にすかさず引きに行くとどうかっていうのをちょっとね検証してみたいと思います。よくなんか切れ替わりのタイミングで当たりやすいとかっていうジンクスがあったり、ルームで千尋さんを蒸すと当たりやすいっていうジンクスがあったり、まあいろいろあるんやけど、まあジンクスは何でも試しちゃえってことで、日付が変わった頃にまた引きたいと思うので、ではまた10分後にお会いしましょう。セントが届いてるです。日付が変わりました。日付が変わりました。日付が変わりました。はい。今日のログインボーナス。これもスルッと飛ばして。ちょっと待って、パソコンに映ってない。パソコンに映ってないよ。あ、映ってるよ。オッケー。映ってるよ。よし。じゃあ、引きます。引きます。行きましょう。どうや。白？ちょっと待ってくださいよ。あ、オッケーオッケーオッケー。接続がすごい悪くて、この瞬間をね、なかなか取れてなかったんやけど、オッケーかな？オッケーじゃないね。すいません、ちゃんと接続できたかな。いやもうグダグダ、ロード早かったと思うねんな。で白か、白か、これはちょっと開けるのが怖い。あのロードの速さじゃちょっとなんか来てる気がせえへんな。ということで開けましょう。確定室とかないよな。あ、ない。あー、最低無常の SS レアフレちゃん、トキコさん、ふうかちゃん、まさかこれは新規ない疑惑もあるよ。泉ちゃん、ひじりちゃん、まひろちゃん、ここら辺あたりのアイドルたちはあれや、ロード入ってからスカウトしてない気がするからさ、ロード入るよね。みおちゃん、あー絶対新規じゃない疑惑があるよ。あ、はるなや、はるなの演奏やろ。いろんなのをかけるたびに違う私になれる気がして。ニューやった、新規やった。先に SS レアをゲットしましたが、ハルナの S レアをゲットしました。メガネプリンセス、後ろに猫ちゃんもいっぱいでね、メガネもねいっぱいでね、いやーかわいい。しかしハルナ率の高いのがなんかすごいね。もっと早くに出てきてくれてても全然おかしくなかったのに。はい、ということで、よし、とりあえず新規やで。ということで、はるなが来てくれました。12時ぴったしの魔法は特になく、ということで、はるなが来てくれました。これはきっと私が納税の義務を果たしていなかったから見違いない。 S レアも1枚しか来なかったな、そうに違いないってことなんで、ちゃんと納税もしましょう。これでね、ちゃんと SS レアを引いてる方ももう多くいらっしゃるので、まあ期待をしつつ。はい、期待できない、ダメだー。はーい、ほのかでした。プラチナガシャチケット買えへんかった分、この前買えへんかった分1枚買ってきたで、買ってきたで。引く、もうロードお願い、ロードない、ロードがないよ。はい、みどりさんでした。なかなか渋くなってきたぞ。45連回してることになられた。さすがにな、さすがに無料10連使っても
天井はいけんし、チケット使っても天井はいけへんからな。うん、まだまだね、明日に期待です。これね、最終日になっても、もし2人ともどっちも出なかったらアイテムのね、10連チケ2枚あるんで、それ使っていこうかなというふうに考えております。はい、皆さんいけてますか？12時の魔法は特にないので、時間は皆さん気にせずにガシャは引きましょう。はい、それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。